皆さんこんばんは。ビストロライブキッチンの時間です。10分でちゃんとごちそうをテーマに、パナソニックのスチームオーブンレンジビストロを使用しながら、手軽で美味しい献立を実際に調理しながらご紹介してまいります。さあ、本日司会進行を務めますのは、最近アイドルにハマっております MC のあまりです。どうぞよろしくお願いします。さあ、僕の奥さんもですね、毎日働きながら料理を作ってくれてるんですけれども、やはり毎日の献立が大変だというふうに聞きました。なので僕も実は料理苦手なんですけど、何かできないかなと思っておりました。なのでですね、そんな料理初心者の自分でもこのビストロを使えばですね、手軽に料理ができるということなので、全部で14回の放送があります。そこにですね、料理家の先生をお呼びしますので、この放送が全てやり終えた時に僕はビストロマスターになれるんじゃないかなと思っておりますので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。はい、ではですね、本日第2回目の料理を教えていただく先生をご紹介しましょう。テレビでおなじみの料理研究家の藤井めぐみ先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、藤井先生、今回はですね、はい、30分の生放送ということで、はい、しかもですね、普通のテレビと違って、うん、視聴者の方からですね、コメントも、はい、届きますので、こういった経験って初めてですか？初めてです。ドキドキしてます。ぜひですね、そのコメントも楽しみながら、はい、一緒に料理を進めていけたらなと思いますね。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、皆さん、どしどしですね、コメントの方を打ち込んでいただきたいなと思います。調理の途中でもですね、質問があればコメントでお寄せください。お時間の許す範囲で藤井先生にお答えいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。さて、本日のビストロライブキッチンなんですが、番組を最後までご覧いただいた方にスペシャルの特典をご用意しています。ぜひ最後までお付き合いください。さあ、それではレシピの紹介をしてまいりましょう。本日ご紹介するレシピなんですが、こんなシチュエーションにおすすめの料理です。夕食のおかずを準備しながらお弁当の仕込みをしてしまいたいということなんですが、これはもうあるあると言いますか、そう、一気にやってしまいたいというのって、例えばそれはどういった時に思われるんですかね、皆さん。もう料理をする時はもう本当、明日の朝ごはん、明日のお弁当までやっちゃったら、その他のことは自由に使えるじゃないですか。なるほどですね。短縮にもなるし、うん、洗い物も1回で済むということですよね。あるあるということですね。はい、さあ、それではですね、このお忙しい家庭、お弁当のおかず一緒に作っていくというのは、お料理、一体どんなものなんでしょうか。こちら、料理のはこちらです。ビフカツデミグラス風ソースじゃがいものガレット添え。おしゃれ。これってちゃんと僕みたいな料理初心者でも作れるものなんでしょうか。もうね、ビストロさんやればできます。とっても簡単。じゃあちょっと藤井先生のお言葉、はい、信頼して進めていきたいなと思います。はい、ではですね、まず最初にこちらの料理の材料を紹介していきたいと思います。皆さん、この画面をスクリーンショット撮影しておきますと、これから買い出し行かれる方はですね、便利ですよ。ではまず、牛ももステーキ用肉2枚、1枚が約2センチの厚さで 100g、 塩コショウ各少々、乾燥パン粉3分の1から2分の1カップ、オリーブオイル適量、そして調味料がマヨネーズ小さじ1、小麦粉小さじ1/2、ガレットの材料はじゃがいも細切り1/2個、これが 70g、 粉チーズ大さじ2、グリーンアスパラが4本、デミグラス風ソースがですね、トマトケチャップ大さじ2、中濃ソース大さじ1、水大さじ1、オイスターソース大さじ1/2、白ワイン大さじ1/2にバター大さじ1/2となっております。ではですね、先ほど紹介しました材料を使って、はい、よろしくお願いします。お願いいたします。まず牛肉。はい、牛肉からいきますかね。はい、はい、2センチ厚さのものがいいです。はい、塩と胡椒、ね、そう、美味しそう。はい、塩と胡椒を振って、しっかりめにね、振った方が美味しい。はい、これは下地を作っていただいてる。はい、下地をね、つけてます。はい、そして裏表に胡椒も振って、はい、軽くポン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 って叩く。はい、そして馴染ませてあげるんですね。そうなんです。はい、これをカツにするには衣をつけなくちゃいけない。あ、ですよね。はい、ここでこれです。マヨネーズと小麦粉、はい、混ぜます。混ぜていく。結構これ混ざりにくいんじゃないですか。いや、ところがところが、ほらほらほら、ペースト状になります。あ、本当ですね。マヨネーズは旨味がとってもあるから、はい、例えばあのセールの肉とかでも、うん、とってもこの旨味で美味しくなる。マヨネーズ万能ですね。そうなんです。はい、そして小麦粉を入れることで、はい、この上とからつける衣がしっかりとくっつく、のり代わり、おいしくもなるし、パン粉もしっかりついてサクサクに仕上がる。卵とかではなくて、小麦粉でしっかりとつける。
卵を1個使うのって、はい、ほら明日のお弁当に1個分になるじゃないですか。あ、もったいないですね。そう、もったいない。小麦粉でしたらその分量でいいということですね。そうなんです。さあ続いてはその上につける衣なんですが、はい、ドライパン粉にオリーブオイルをかける。オリーブオイルをかけるんですね。これなぜなんですか。うん、これ揚げた風なサクサク感を焼き上げた時につけるために、こんな感じで、ね、色がついていいんです。そして、はい、乗せますね。はい、これはどこに乗せますか。中央です。中央に乗せてください。はい、そしてこのパン粉を乗せます。もうなんかこうオリーブオイルの色がまた美味しそうに見えますね。そう、これでまたさらにジューシーになっていくんですよ。はい、でもなんかこうイタリアのガーリックなんとかみたいなところに、うん、こういったパン粉が乗ってるイメージですよね。 それがまたほら美味しいじゃないですか。はい、サクサクのイメージですよね。そうそう、そしてね、よく押してください。平らになるように、はい、ギュッとですね。そう、ギュッ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 とした、やっぱり肉と衣は剥がれちゃいけない。しっかりくっついてる方が美味しいんです。夫婦のようにしてね。そうね、そうね。はい、では続いてなんですけれども、はい、アスパラ、これガレットの材料ですね。はい、アスパラ長さ半分に切っていただいて、はい、そして、半分までピーラーで皮を剥いていただきます。そうです、こんな感じになっていますが、はい、これは、この四隅に置きます。はい、中央にお肉を置いて、その周りにアスパラを乗せていく、はい、乗せていくことがポイント、ね、なんか全然ワンセットになってないです。あれ、あ、こうですね、はい、はい、でもこれ便利ですよね。普通だったら何枚もね、フライパンとか分けないといけないところを、そうなの、お湯を沸かしたりとか、うん、フライパン使ったりとか、1枚だけでいい、そうなの、ね、一度にできて楽。はい、で続いてなんですが、じゃがいもを細切りにしてボウルに入れて、はい、粉チーズを加えていくと。そうなんです、ね、スライサーがあると便利、はい、ただ手だけ切らないように。あ、そうですね。さあこちらもですね、どれぐらいの厚さになりますか。結構ね、マッチ棒ぐらい。マッチ棒ぐらい、はい、2分の1個分、はい、2分の1個分でこんな感じです。はい、こんな感じにして、はい、そう、これね、水に絶対取らないでください。あ、そうなんですね。うん、このでんぷんがじゃがいも同士をくっつけてパンケーキのようになるんです。何か今日ポイントはくっつくということなのかもしれないですね。そうですね、はい、はい、そしてこのじゃがいもの中に粉チーズです、はい、出ます。これもね、いい味だし、そうですね、そう、これもしっかりとですね、あ、うん、えていただいて、はい、まんべんなくというところですね。そうなんです、これが美味しい付け合わせになるんですよ。はい、さあそれもここにギュッと押して、はい、もうなんか本当にこれあれですね、ビストロでこのままドーンと食卓に乗せれるような。そうなんです、本当このままね、熱々をいただけますよね、乗せてね。これでもう準備できます。はい、もうこれで準備が整ったようでございます。はい、さあこちらですね、じゃあ皆様に一度ご覧いただきたいと思います。藤井先生に作っていただいたのがこのような形になっております。はい、中央にお肉、その周りを囲むようにしてお野菜を乗せてあります。さあここからですね、ビストロ先生の出番でございますね。はい、はい、こちらですね、上段に入れます。はい、そしてここあまりのですね、仕事なので頑張ってやらせていただきますよ。はい、手動をします。そしてグリル、そして両面焼きの上段をして10分ですね。はい、それでは温めスタート、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあもうまだ8分ぐらいしか経ってないですけれども、あと待つだけ、ね、そうなんです。素晴らしい。じゃあ藤井先生、はい、まあ、せっかくですからね、先ほどお話ありました弁当の方に進んでいきたいなと思います。はい、弁当です。はい、そう、はい、2品目はですね、牛照り焼き、これがお弁当のおかずとなって作っていきたいと思います。はい、まずは材料を見ていきましょう。はい、材料はですね、1人分で、計算しております。牛もも80から 100g、 そして調味料がですね、醤油小さじ2、酒小さじ2、砂糖小さじ1、みりん小さじ1、おろし生姜小さじ2分の1となっております。はい、ではこちらの材料で牛照り焼きを作っていきたいと思います。そうなんです、もうね、ポリ袋の中に調味料を加えていきます。はい、醤油、砂糖、あ、酒、砂糖、みりんです。これ2対1にしとくと、はい、醤油、酒、砂糖、みりん2対1にすると照り焼きの味になります。なるほど。はい、そしてここに香りの生姜、これ覚えておくと様々な料理でね、そうなんですよ。そしてね、こうさっきちょっと肉を取り分けて、はい、よくやります、私も肉の一部を、はい、晩ご飯の肉の一部を切り分けて、あ、なるほど、
ええ、そしてこうお弁当に使い回すんですよ。よくね、ええ、揉んでいただいて、これで冷蔵庫の中に入れます、はい、それだけでもう明日のおかずの下準備ができてしまった。でパーセルに入れておくと、はい、1週間ぐらい持っちゃうからいつでも使えます。このですね、今藤井先生がおっしゃられたのはですね、パナソニックの冷蔵庫、約マイナス3度のパーシャルで約1週間肉も魚も新鮮に保存できるという優れものなんですね。仕込んだおかずを好きなタイミングで料理、お弁当のおかずにしたり週末調理して出すことができるということでございます、はい、でですね、こちら、例えばこれ明日の朝ですね、実際に食べるといった時にはですね、冷蔵庫に入れたお肉はお弁当を作るタイミングで取り出してもらって、ビストロのグリル上段で8分加熱していただければ OK ということですね。さあ忙しい朝でもですね、もう本当に10分以内で、そうなんです、おかずできてしまうということですね。はい、よし、じゃあさあ早速ですね、ご飯お弁当の流れも今から、そうなんですよ、はい、ご飯詰めます。はい、熱々です。いや美味しそうですね、このふっくらご飯。そしてそこにこれがもう出来上がった後のものを今ご用意させていただいております。そうなんです、焼き上がってるものですね、はい、お弁当詰めてきますよ。はい、色合いがいいですね。そう、まずは黄色、緑ね、あの信号の色にする。お、信号に入れると彩りが良くなる。なるほど、お弁当は信号だと思えばいいんだね。それは初めて聞きましたね。それ違うか、はい、で確かにその開けた時の感動もありますね。そうなんです、はい、そしてね、このピーマンも一緒に焼いているから、はい、肉の旨味がまた移っててとっても美味しいんです。もう様々な料理をですね、うん、このなんか刺激し合ってるというかね。そう、あら美味しそう、あら美味しそう。これはですね、スタミナ弁当ですね。見てください、のっけ弁です。わ、美味しそうですね。はい、さあこれが、そしてこの中央に防腐作用のある日本人特有というかですね、日本人といえばやっぱりこの梅干し、ね、そしてごまを振って、はい、まあ美味しそうなお弁当ができました。できました。ただこちらですね、先生、作りたてのお弁当を冷まさないといけないですよね。冷まさないといけない。ただこうやってパタパタやってる時間は朝ありませんからね。ないんです。なので、あの先ほど使ったですね、パナソニックの冷蔵庫のですね、はい、クーリングアシストルーム使っていただきますと、早うま冷却っていうのがあるんですけれども、これはですね、今まで約18分ほど、もう20分近くかかっていたですね、お弁当の粗熱取りがたった5分でできてしまうということです。なのでこれ結構大事ですよね。ここでいかに時間を短縮して、そうなんです、例えばね、あの着替えするとかお化粧するとか、あるいはもう5分長く寝ておきたいとかね、ありますけれども、そういったことも、あのパナソニックさんの冷蔵庫だとね、やれるということです。はい、はい、ではですね、手順戻りましょう、はい、先ほどですね、まだこれだけですとソースができていないので、デミグラスソースの方に行きたいなと思います。はい、じゃあ、はい、ソースデミグラス風なの で、ね、家にある調味料で作っていきます。なるほど、なるほど、はい、これちょっとちっちゃいフライパンみたいなものに、はい、トマト、ケチャップして、これが中濃ソース、はい、そしてこれがワイン、ワイン、オイスターソースで甘みを出す。でも家にある、ね、材料でデミグラス風ソースができるっていうのは結構お母さんすごいってなりますよね。そうなんですよ。なんか買ってきたソースですから。そう、でもこういう缶1個じゃお弁当1個とか、あのご飯ご飯に残ってしまう。そして火にかけます。はい、さあこちらもですね、あ、2口ある IH なんですね。便利ですね、スタイリッシュ。 IH はやるですよね、やっぱり掃除しやすい、掃除しやすい、うん、本当に。さあ、はい、そしてバターも入れます。はい、バターを入れて、はい、あれでもこれ下手すればもう一個何かね、お料理しながらやることもできるってことですね。スープ作ってもいいですしね。確かに確かに。わあ、でもいい香りです ね、いい香りでしょ。濃厚なデミグラスソースの香りが今スタジオ内に漂っています。もうね、これご飯にかけても美味しい。いや本当ですね、これ様々な料理いけそうですね。そうなんです。お子さんだったりとか男性は大好きな料理で ね大好き。もうこれでチキンライスも良さそうな、ね、感じがしますね。チキンライスいいですね。はい、さあもうこれでデミグラスソースも風も、デミグラス風ソースも完成ということですね。はい、完成しました。いい匂い。さあいい匂いですね。はい、さあ続いて、うん、もう一品作っていただきたいと思います。こちらがですね、ビフカツと相性抜群のパセリバターライス。はい、うわ、これもですね、気になる。バターライス嫌いな人いないんじゃないかなって僕は勝手に個人的に思うんですけど。思います、私も大好き。さ
さあこれどうやって作っていただくかといいますと、材料を見ていきましょう。材料こちら、なんとですね、2人分のご飯とパセリみじん切りが大さじ2とバター 10g の3つだけということでございます、はい、そうです。なのでこれは言ってしまえば混ぜるだけと、そうなんです、いうことですよね。ただご飯も熱々のね、あの保温してあるのでバターを、バターをご飯の熱で溶かしていくと、はい、溶かして、はい、そして塩と胡椒、はい、ここはもうお好みでということですね。そうなんです、はい、ソースがねしっかり味なので、はい、あのそんなに塩を濃くしなくても美味しいんです。なるほど、逆にこうさっぱりの方がカツと合うかなっていうところですかね。そしてなんとなくちょっとグリーンのものを足す、はい、あ、色合いが綺麗ですね。そうドライパセリでもいいですし、あの生のを刻んでももちろんいいですよ。あ、でもこう洋風の香草の香りに近いものを感じますね。そうなんです、そうなんです。そしてさっさっさっと、ヘルシーな感じがしますね。はい、さあこれが本当にたった3つの材料からできてしまったということで、そうちょっとした白飯だけでもいいけども、うん、ちょっとこう一手間加えるだけでも、こういうのをするだけなんかすごく、あ、でもバターのいい香りがまたしますね。 ねお母さん10分なのにこんなに作っちゃってって、いや本日まだ15分ちょっとしか経ってないんですからね。褒められちゃう、はい、はい、ありがとうございます。さあ先ほどですね藤井先生、はい、今日はネットで30分生配信ということでね、はいはい、コメントもねいっぱい来てると思いますので、ここでちょっと皆さん読ませていただきたいと思います。あ、ワインがあったらいいななんていう声もね。そうですね、はい、そうですね。あ、ビストロ欲しいっていう声もいただいております、うん、シェアさせていただきます。ありがとうございます。さあ見てますということでですね、さあ皆さんいっぱいですね、これこの工程はどうやってるのみたいなことがあったら、うんうん、ぜひぜひあの書き込んでいただけたらなと思います、はい、さあ皆さんねこんばんはっていうのが多いですけどねさあさあさあこんばんは、はい、そうなんです。これ結構、うん、このライブ配信見てらっしゃる方、はい、まあ、もちろんお食事が終わった方もいらっしゃるでしょうし、うん、帰りの電車の中とか、はい、うん、あ、そっかそっか、そういえば今日何にしようかしらと思ってる方もいらっしゃると思うんですよ、うん、なので結構この材料もご自宅にあるものが多いので、帰ってそのままね、ありもので作るときにちょっとこのアイデアをね、うん、使っていただけると、そう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 、まさにこれなんかもね、さっとできてしまいますからね。そうなんです。おにぎりにしてももしかしたらいいかもしれないね。おいしいです、はい、うん、で先ほどやっぱり見ていると、はい、これからの夏の時期、僕の妻もよくこうとんかつとか揚げてくれるんですけども、その普通にフライパンで揚げると、まあ、こうここにあざ作ったりとかやけどしちゃったりとかあとやっぱ夏場なんで暑いと。そうですね、暑い、確かに暑い。で、うん、あとやっぱ僕はね食べるのとお掃除専門なので油の処理がまあ大変なんですよね。そう、すぐにやってしまわないといけない。そうなんです。そうね。ただビストロ先生だとこの中で全て完結してしまうと。そうなんです。暑くないですしね。暑くない。こんなにお話しするお時間もあります、うん、そうなんです。そうなんですよ、なのでもう藤井先生のね今までのその生い立ちから全部聞けるぐらいのお時間がありますよ。さあそうなんです。でまだまだあともう気がつけば本当30秒。じゃあご飯でも盛り付けときますよ私。ありがとうございます。はい、いやこれもうあっという間でしたね。10分の間に明日のおかずと、うん、そしてひと手間加えたご飯ができてしまう。これで献立ですよ、はい、そしてデミグラス風ソースも完璧に出来上がっておりますね、うん、うわ美味しそう。なんかこうビフカツ洋風だったんですね。なんかこう和風のイメージでしたけど、はい、ちょうどできました。できました。それではさあ先生、うわ、おすごい湯気が見えますか。うわすごい、もうパリパリパリっていうですね、油のいい音と、うわすごくいい香りが出来上がりました。10分でこのこんがりとした、これはちょっとその時間そんな短い時間でできたとは思えないですね。美味しそう。さあさあさあ一応皆さんに見せていただきましょうかね、うん、こういった状態で出来上がりました。さあ油もねすごく美味しそうに滴っております、ね、飲みたいぐらいですね。いや本当ですよ、はい、もう味が染み込んでますからね。そうなんです、はい、そしてですね、このガレットはちゃんと色もついて美味しそうですね。美味しそう、チーズが溶けてね、はい、はい、そう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 、では盛り付けますね。盛り付けていただいて早く食べたいね。もう本当になんかこう、はい、ビフカツがですねしっかりと外の火の周りはもう完璧ですね。見た感じはこれね中がすごい綺麗な色に焼けてるんです。わ楽しみ。それが
オーブンレンジでできてしまうのがすごいですね。そうなんですよ。あと僕がね、一番気になったのはやっぱりパン粉のサクサクですね。そうですね。はい、ありがとうございます。あとは仕上げのソースですね。はい、さあさあさあ、もうこれでこれだけでも美味しいんでしょうけども、さらにそこにクリームを、じゃあソースを、そうそう、お願いします。かけます。はい、いいですね。さあ皆さん、ご覧いただけますでしょうか。はい、こちらがですね、本日のリフカツ、こちらじゃがいものガレットあえと、ね、そこにパセリバターライスをのセット。美味しそう。いただいてもよろしいですか。どうぞ召し上がってください。お箸はどこにありましたね。はい、じゃあ早速、はい、あの夫役の僕がですね、代表として食べさせていただきたいと思います。じゃあ10分でできちゃう、はい、こちら美味しそう、サクサクだ、サクサク、これ聞こえないですかね皆さん。じゃあ静かにしてですね、パン粉のサクが出てますけれども、早速じゃあいただいてみたいと思います。熱い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 、切れましたか。うん、切れますか。この、うん、ほらこの、ほら見えますか、ね、ほらほら、すごい、お肉にしっかり火が通っていてピンク、最初にでも肉厚のお肉の前に、このパリパリの、パリパリというかシャキシャキというんでしょうかね、パン粉の食感があって、はい、お肉がしっかり中まで通ってますね。お肉の熱がですね、最後まで通ってますね。でね、ちょうどいい具合に火が通ってるんで、この断面、うん、ピンク、ちゃんとですね、ロゼ色、うん、あの火が通りすぎてない、そうなんです、ちょうどいい形ですね。そうなんです、ちゃんとビストロ先生たちが、32人いますから ねしっかり64個のカメラで厚さを見ていただいたということですね。そうなんだ、じゃあすごい、いただきます。はい、うんうん、あ、おいしい、おいしいでしょ。じゃがいもに、そうなの、しっかりじゃがいもに火が通っていて、じゃがいもの甘みがぐっと引き立ってるんです。先生の言う通りですね、うん、しっかりとじゃがいも同士がくっついていて、うん、ええ、本当になんかこうチーズを食べてるような、本当に食感はそうですよ ね、贅沢な、うん、美味しいです。じゃあここに合うと言われました、はい、このパセリバターライスも召し上がったいと思いますよ。いただきます。うん、びっくりしました。美味しそう。パセリの香りがすごいですねそう、なんかバターの味に負けちゃうのかなと思ったんですけど、うん、香りはすごいパセリになる、ね、パセリはビタミン C もあるし、カロテンもあるし、キラキラになりますよ。これお子さんとかもですね、うん、喜んで食べるんじゃないですか、うん、あ、美味しかった、ありがとうございます。さあ、じゃあちょっとですね、本日の振り返りをしていただきたいなと思うんですけれども、はい、やっぱり印象的だったのは、はい、買ったビストロの、うん、あの1枚だけのグリル皿でできてしまった、はい、もうこれなんかそうですよね。そうですね、普通だったらもう何個も何個も洗ってフライパンして、その間にね、こう冷めちゃってるとかってあると思うんですけれども、うん、それが1枚でできると、で、あのやっぱり野菜も同じタイミングで焼き上がるんですね。そうです、はい、で本当にびっくりしたのが、僕らさっき話してるだけだったりとか、別の料理を作ってる間、火が通ってるか見てないんですよね。ほったらかしにって言ったら言葉がいけないですけども、ほっといて、同じ時間でできてしまうのがとってもいいです。だからビストロ先生がちゃんと見てくれているということですよね。はい、いやー、お見事でした。これだったら僕にもできます。ぜひ。ちょっと切るぐらいはできますからね。ありがとうございます。はい、さあ、ということでございます。さあ、皆さんいかがでしたでしょうか。ぜひちょっとコメントの方にもですね、少し見ていきたいなと思うんですけれども。あ、食べたい、美味しそうというコメントいっぱい来ていますね。よかった。あ、すごい早い、美味しそう、焼き目すごいです、先生のお料理簡単にできて大好きですって、うんうんうん、あと冷蔵庫のですね、粗熱取る機能いいですねっていうことでございます、うん、はい、なるほどですね。ワイン、ちなみにですね、本日材料でワインを使っていたんですけれども、はい、こういったワイン以外でも代用はできますかっていう意見があります。お酒でもいいです。あ、お酒でもいいんですね、うん、でも本当は入れなくても大丈夫。あ、
なるほどなるほど、うん、なかったら入れない。お好みでっていうことなんですね。お好みでちょっと香りが良くなるんですけど、うんうん、その場合あの水をワインの分だけ入れてください。そうしないとあの水分が詰まりすぎてあのとろっとしたいい加減 の, あの濃度にならないんです。なるほどですね、はい、じゃ あの代わりにお酒でも結構だということで、はい、水でもいいです。ありがとうございます、はい、さあ本日はですねビフカツデミグラス風ソースじゃがいものガレット添えというですね、そしてお弁当のおかずとして牛照り焼きを作りましたが、材料や工程など詳しい作り方は Facebook の投稿文にも記載がありますのでそちらをご覧になってください。さてビストロライブキッチン次回放送のお知らせです。次回はですね来月になります7月10日水曜日の夜9時からデリッシュキッチンの副編集長の井原優子先生をお迎えしたいと思います。さあ藤井先生、はい、井原さんとお友達ということですけれども、どんな方か、一言で言うと、あもうお酒が強くて美人な方です魅力的というのはすごい伝わってきました、はいはい、ですね、あの井原さんが時短で美味しい料理をご紹介してくださいます。皆さんぜひ7月10日もビストロライブキッチンにお集まりいただければと思います。そして最後にですね、番組の冒頭で紹介したスペシャル特典についてもご紹介させていただきます。この配信を見てくださった方限定でビストロを購入いただくと5000円相当のキャッシュバックのチャンスがございます。もれなく購入特典としてクラブパナソニックの5000コインをプレゼントいたします。合言葉は美味しいセブンデイズです。商品購入後こちらの合言葉をパナソニックサイト応募ページに入力してください。そしてそして最後までお付き合いいただきました皆様にアンケートに答えていただいた方の中から抽選で5名の方にデリッシュキッチンのオリジナルキッチングッズのセットをプレゼントさせていただきます。はい、応募方法はですねこの動画の投稿文にあるグッズ応募リンクから応募してください。当選者にはメールを送らせていただきたいと思います。さてさてビストロライブキッチン第2回目終わってしまいます。残念ですけれども、うん、藤井先生いかがでした？もう緊張しましたけれども、はい、無事に美味しそうに、うん、さすが、いや出来上がった、美味しかったんですよ先生ありがとうございます。出来上がってよかったです、はい、食べたいです、ね、もう本当にですね、うん、皆さんのコメントもですね本当に美味しそう、はい、冷凍保存もできそうですねとか、うん、すぐに作ってみたいなんていう声も上がっておりますので、10分でですから ね、いや本当ですよね。10分の間にしかも明日のことをやっていたって、そうなんで明日も安心ですよ、貯金貯金。だから僕がもしやるとしたら、はい、こうしれっとね今日の晩御飯だけやってるよっていう顔を見せながらあとはあの明日妻のお弁当の分も作ってあげておくっていうのがいい男子ですね。幸せ、そう、ね、本当嬉しいですよね。そういうにしてもらえると。先ほどちょっと触れなかったんですけども、うん、このデミグラスソースも酸っぱすぎず美味しいですね。ケチャップも入ってるとは思えないよ。そう、あのねオイスターソースを入れることがドミグラス風になるんです。うんうんうん、美味しいです本当に、うん、このパン粉はやっぱり僕好きですね。ね、うん、パリパリで美味しい、はい、本当にねできればもう僕は食べる時間をちゃんと取ってほしいですねいつも一口二口しか食べれないので、ね、はい、ということでございます、はい、無事先生本当最後までありがとうございます。そして皆さんも最後までご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。またね、バイバイ。